皆さんこんにちは、こんばんは、ヒロと申します。本日はですね、今年最後の動画になるのとですね、ここ最近で購入したですねシュプリームアイテム3点をご紹介していきたいと思います。なかなかですね、ちょっと時間がなくてですね、その発売されたウィークのですねリアルタイムでレビューができなくてですね、申し訳ありません。だいぶ遅くなってしまったんで今更感しかないんですけども、サクッといきたいと思います。本日ですね、撮影しているのが12月の30日になるんですけれども、この年末ですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自分はですね、一昨日から休みに入ってまして、年始はですね7日まで休みなので、ちょっとだけ長い休暇になるんですけれども、まあやっぱり年末ですね、子供のこともあるんで、なかなかですねちょっと忙しくてですね、未だにですねちょっとゆっくりはできてないんですけれども、本当はですねこの動画以外にですね、今年1年のですねシュプリームの振り返り動画っていうのも撮りたかったんですけど、ちょっとですね厳しそうな感じなので、本日のですね動画が今年最後の動画になりそうです。でですね、本題の方に入りますと、このウィークをですね、まあ、振り返っていくとですね、ウィーク15ですかね、今季ですね最大の盛り上がりを見せたですねボックスロゴのですねクルネックですねの発売がありました。その中でもですね、ブラックに関しては店舗とですねオンラインともに潤沢に在庫があったっぽくてですね、割と買えた方も多かったんではないでしょうか。定価で買えるならですね、まあ自分はグレーがいいかなっていうふうに思っていたんですけれども、今年はですね仕事でですね、まあオンラインすらこう参加できなかったんで非常にちょっと残念だったんですけれども、クルーネックはですねグレーではいらないかなっていう感じには、まあ、個人的には思っているので、ニジの方でも今回買ってないんですけれども、まあ、これがフーディーだったら買ってたかもしれないですね。じゃあですね、何を買ったんだっていう話なんですけれども、で今回はですね購入したのはですねウィーク14とウィーク16ですねで購入したアイテムになります。まずですねウィーク14で発売されたアイテムがですねこちらになります。ポーラテックジップジャケットになります。カラーブラックになりまして、サイズはミディアム、定価はですね税込み 25,300 円になります。今回ですね、こちらはですね、フルジップということで、以前のですね、ハーフジップのタイプと比べるとですね、羽織りやすくなっていまして、使い回しがしやすいこうデザインになっています。こういったですね、ロゴ1ですね。今回のですね、ロゴ1に関しては、左下の部分にボックスロゴが来てるんですけれども、前回のハーフジップはこの真ん中にあったんですけど、今回は控えめにロゴがあるので、まあ、これもいいかなっていうふうに思ったので購入しました。全体的なバランスは非常にいいんではないでしょうか。合わせやすい黒なので使い回ししやすそうかなっていうふうに思いました。着はですね後ほどしたいと思います。続いてですね、同じですねウィーク14で発売されたアイテムがこちらですね、一番人気だったプレイデッドの T シャツですね。カラー展開はですねホワイトのみということで、サイズの方はですね今回ミディアムで購入しました。いつも T シャツだとラージで買うんですけれども、今回はですねサイズの作りが大きいっぽいんでミディアムにしました。価格はですね税込み7150円になります。こちらがですね、まあ、このウィークではですね一番狙っていた方は多いんではないでしょうか。自分もですねもちろんオンラインで狙ったんですけれども、まあ、速乾だったんで買えなかったので2時の方で買いました。購入した価格が1万円ですね。皆さん思ってることは同じだと思うんですけど、このバックプリントですよね、これがめちゃくちゃかっこいいですよね。シュプリームクルーの名前があって、その下にシュプリームのボックスロゴが鎮座してるという感じですね。ほんとボックスロゴの大きさだと思います。綺麗に入ってますね。これはでもめちゃくちゃかっこいいんじゃないですかね。最近の T シャツの中ではかなり個人的にもツボでしたね。サイズなんですけど、まあ、先ほど申し上げたようにですね、いつもだったら T シャツって L で買うんですけど、まあ、今回 M にした理由が L サイズになると着丈が 5,6 センチ伸びるんですよ。これなのでめちゃくちゃ長くなっちゃうんで M サイズで購入したっていう感じですね。こちらもですね着が後でしてみたいと思いますので、着丈の長さとかもですね見れるかなと思います。はい、ではですねちょっと駆け足でいくんですけど、ウィーク16ですねで購入したアイテムがこちらになります。ミルフォードグレイブスティーになります。こちらですね昨年の2月にですねジャズドラマーとかですね武道家で知られるですねミルフォードグレイブスがですねなくなってしまったんですけれども、フリージャズにおいてはですねかなり有名な方でした。
これもですね、バックプリントがですね、さっきのプレイデッドに似てるんですけれども、こんな感じでですね、グレイブスのですね、関連の記述がですねされたバックプリントに、この下に赤にボックスロゴが綺麗に入っています。でこのフロントのプリントに関しては、カマキリのですね動きを実際にですね観察して、まあ、基礎をですね学んだとされるですねカンフーの写真ですね、本人がカンフーをしている写真ですねがプリントされています。このブラックのボディに赤のボックスロゴっていうのがすごいいいですよね、まあ、これもめっちゃかっこいいです。これはですねサイズは L サイズで購入しました。いつものサイズです。それではですね、ちょっと駆け足なご紹介になっちゃったんですけども、それぞれですね着用をしてみたいと思います。はい、着てみるとこんな感じです。サイズはこれ M ですね。まあ袖もちょうどいいぐらいですね。ここにはオーラテックのロゴが刺繍で入ってます。こういった感じで羽織で使うこともできるフルジップなので、まあ、そこも結構いいかなっていうふうに思いますね、まあ、あとは冬場のこの時期の使い方が、まあ、自分はインナーとして使いたいんで、まあ、こう締めて、例えば締めて、でその上にアウター羽織なんですね。こんな感じでアウターのインナーとしても結構使えるからいいかなと思います。マウンテンパーカーだとジップインジップではないんで、まあ、中にこういったフリースを入れてもらうと、まあ、冬場でもこの真冬でも着れるかなと思います。ね、これ中に入れる感じですね、うん、暖かい。はい、続いてがプレイデッドの M サイズですね。やっぱりこれはバックプリントですよね。これがやっぱめちゃくちゃかっこいいです。あとまあサイジングなんですけど、まあ、これで M なんですけど、だいぶやっぱ大きいですね。 M でちょうどいいぐらいです。いつもの L ぐらいに結構似てる感じですかね、サイズ感が。多分これで L にしちゃうと多分 5,6 センチなんか長いみたいなんで、丈がめっちゃ長くなると思います。うん、 M でいいですね、まあ、普段 L 買ってる人だったら、同じ L 買ったらめっちゃ着丈長いって感じになってると思います。 M で正解でした。うん、いいですね、かっこいい。ネプシとか着てもらう、うん、いいんじゃないですか、うん、はい、最後がグレイブスキーですね。これでサイズが L です。これもやっぱりバックですよね。これがやっぱかっこいいかなと思います、うん、まあ、いつもの L って感じですね。このフォトティーもいいですね。割とそんなに主張しすぎない感じなんで、うん、シンプルで合わせやすそうですね。まあこの時期は本当に自分はネプシばっか着てるんですけど、だいぶ本当重宝してます。うん、暖かい。本当半袖の上から着ても暖かいですからね。
じゃあこれで最近購入した3点のご紹介でした。はい、いかがでしたでしょうか。現在ですね、購入検討されている方のですね、参考になればと思います。シプリームもですね、ウィーク18で今年はですね、終了という形になりましたけども、皆さんですね、シーズン通していかがでしたでしょうか。まあ、今期はですね、本当特にですね、ナギウィークっていうのが多くてですね、まあ、個人的にもですね、あんまりこう参加できなかったんですけれども、コラボになってもですね、さほど盛り上がらずという感じになってまして、まあ、すごいちょっと寂しかった2022年のシプリームだったかなと思います。こういう感じちょっとね、なってしまってるのもちょっとシプリームファンとしては寂しい感じなんですけれども、昔みたいにですね、どれも欲しいみたいな感じですね、バカみたいに買ってた時期があるんですけども、そういう機会がだいぶなくなってしまっているので、個人的にはですね、まあちょっと寂しいなっていう感じは思ってるんですけど、またですね、ほんと昔みたいにですね、ほんと買うのが多すぎて、これも欲しいあれも欲しいっていう風に迷っちゃうぐらいのラインナップがまた来てほしいなっていう風に思ってますね。まあそういったですね、購入者はですね、こう悩ますシプリームというかですね、そういうのも戻ってきてほしいなっていう風に思います。まあ現状ですね、もうこれ一択みたいな感じしかもうなくなってきちゃってるんで、まあ、あれもこれもどれ買おうみたいな感じにはならないじゃないですか。なのでもう本当一択しかないんで、もうみんなそれに集中しちゃうっていうのもあると思うんですけど、こういう風にですね、思ってる方はまあ、本当にたくさんいると思うんですけども、来年のですね SSC もですね、まあ、全てエモリーのデザインになりますので、まあ、ちょっと期待が薄いかなと個人的には思ってはいるんですけど、まあ、どうなんですかね。まあ、いいデザインとかコラボっていうのが来ればいいんですけど、このシーズンとかちょっと見たりすると厳しそうかなっていう感じには思っています。で、あとウィーク18はですね、全アイテム発売はされていないので、その残りの残アイテムが発売するかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、年始の1週目にやるのか、まあ、それとも発売がもうされないのかっていう感じはちょっとわからないんですけど、それよりもですね、セールを皆さんこう待ってると思いますので、まあ僕も待ってるんですけど、シプリームアイテムがですね、だいぶお安く買える機会になりますので、個人的にも非常に楽しみにしてるんですけど、次の動画はですね、おそらくセールになるかなと。今年1年で自分もですね、多分使った金額って多分全然いつもよりいってないと思います。まあ、何十万とか使ってると思うんですけど、まあ、いつもよりかは全然いってないと思います。また SSC ですね、プレビュー含めて楽しみにですね、待ちたいと思います。それではですね、皆様今年1年ですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。インスタとかですね、ツイッター通してですね、たくさんの方とですね、コメントできてですね、非常に楽しかったです。他のですね、シップチューバーの方もですね、シップチューバー同士でコラボしたりとかですね、YouTube ライブやったりとかっていう感じでやってると思うんですけども、個人的にはですね、そういう感じではないので、やる予定も今後ないんですけど、またですね、来年もですね、こんな感じでお送りしたいと思いますので、飽きずにですね、ご視聴の方をいただければなと思います。引き続きですね、来年もですね、いい購入品レビューとかですね、Vlog が撮れるように頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いします。それでは、2023年もですね、皆様にとって良い年になりますように、良いお年を。ご視聴ありがとうございました。Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time. Being so serious, idiot.